でもね、食費を入れるわけじゃないし、部屋は汚すし、人のお風呂は覗くし、最低よ。だいたいね、私たち夫婦は魔女と伯爵、妖怪の中では貴族でしょ。不条理の世界だな。瞳の問題で頭がいっぱいなんですよね。その上も居候に悩まされたんじゃ、もう頭にきます。私分かった分かったよ、ね、彼らのことについては私が何とか説得してみよう。じゃあ抜け毛狼だけは何とかしてくださいね。いいですか。つまり私たちと君たちは同じ屋根の下に住んでいるわけだ。もう結構なおしまいでね、もういいと思ってもらって。共同生活をするには共同生活をするなりのルールとかレベルがあると思うんだがね。いやー、ご説ごもっともで偉い方だな。例えばの話、君たちは暇な時にはもっとも年中暇だな。うまいこと言う、うまいこと言う。くだらん週刊誌ばかり読んでるっていうじゃない。お恥ずかしいねけど、時間をね、そういうつまらないことに使わない。何か趣味を持つ。女性は清く優しく美しい。男は質実後健康気もくとす。男も女も健康が財産。今日もお仕事を伸ばして健康でいこう。最近若い人は自殺が流行ってるっていう。でも自殺っていうのは人間の心の弱さを表したものですね。人間、弱みを見せるとつけ込まれますよ。たとえそれが死ぬ瞬間であったとしてもね。